3ゲーム目いきます。暑い体がリーグ戦からなのでもうこれ6ゲーム目ですね。危ねえ。いいじゃん。よしよしよし。ストライクが取れた当たり前って思ってないとダメなんですよね。ストライクが取れて当たり前。これはいかん。でも取れるでいい。大丈夫。暑かった。これじゃあ取れは取れる。よいしょ。ちょっと力んだね。力んだ。よいしょ。危ないかも。危なかった。スペア。ああ取れんかと思った。いかん、ちょっと体がこわばってるから6割の力で投げないといかん。6割力んでる。6割でいこう。さっきね190出たからね力んでる。6割。今6割だった。ああ惜しいな。ピンが間に挟まってる。この縦2本はどうやって取るんだろう。うん、あ、違うな。ここじゃない。この2本の取り方が分かんないや。ああ、しくったな。よし。ちょっと立ち位置中にします。裏だけど。裏だけどストライク。裏だけど裏でもいいわ。もう裏じゃない方がいいんだけどな本当は。もうちょっと中に立ちます。あ、裏行っちゃうかも。またわーかん。ちょっと裏行っちゃうな。あーやばいかな。お、危なかった。ピアーナイスカバー。おっと、あ、ちょっと疲れた。さすがに。よし、やばいな。さっきダブルとターキーが取れたから点数が良かっただけなんですよね。6割でいこう。 17.5。 あー、ちょっとヘッドピンに当たりすぎた。めっちゃ静電気がバチバチくる。よいしょ。ヘロヘロだ。ヘロヘロ。ナイスカバー。よいしょ。ちょっと中立ちます。ちょっと立ち位置めっちゃ中にします。
早く。あ、もうダメだ。疲れた。やばい、あと何回投げるんだ。あと3回。また全品だよ。多分 17.5 じゃないんだよね。16なんだよね。 17.5 なんだけど16なんだよね。めっちゃお腹すいたわ。もうやばい。やばいやばいやばい。ストライク。次10フレだ。はい、次10フレーム目です。よし、今どこに立ってたんだろうな。覚えてないや。どこに立ってたんだろうな。ここかな。違うな。裏だ。まあ裏だけどダブル。あ、しんどい。しんどすぎる。あと2回。あと2回。あー、また。あー、最後いかん。今左足がまたかかと浮いちまったもん。くそー、もったいないな。やだな。取りたかったな。さあ、最後に綺麗に決めて終わりたいですね。せっかくなら。あー、終わったわ。最悪だ。あー、全然違う。はい、3ゲーム目179でした。あーって感じ。はい、3ゲーム目179でした。天品が取れなかったのが目立ちましたね。あー、いかん。でもめっちゃヘロヘロです。久々に6ゲームも投げましたね。めっちゃ汗かきました。はい、ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。1回しか190出なかったんですけど、コンスタントに190が出るように、これからも練習していきたいと思います。いいねと思ったら、グッドボタン、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。バイバイ。